ペテロ第一の4章を開いてください。ペテロ第一の4章を開いてください。えと私たちは、このキリストにつくものとして、御心に故に苦しみを受ける。これについて、まあ、苦しむということについてですね、または、この中傷を受けるという、この迫害の方ですね。 で、えー、それについて、あのこの心得るっていう感じですね、心備えをするという、まあ、これがテーマになり、まあ、その中に、えー、このイエス様の模範に従う、十字架に行く模範に従うとか、えー、そしてですね、えーっと、またイエス様が戻ってこられて、終わりが近い、神によって裁かれるということも、まあ、大きなテーマに、えー、ここでこのペテルの大地ですね、えー、なっていますね。で あの前回ですね、このイエス様が肉においては死に渡されたけれども、霊においては、この神に導かれるために、この、なんて書いてあったかな、生かされているということがありました。そして、ノアの箱舟のことが書かれてまして、要はイエス様が、 まあ、圧倒的に勝利をされているんだというですね、まあ、この流れがあるわけなんですよ。だからね、ここで、人の目で見れば、この、まあ、見捨てられてるとか、癒しめられてるとか、恥ずかしいとか、というあの状況なんですけども、神の目から見れば、また、霊の世界では、栄光に満ちているっていうですね。 でこの2つ、これをね、わきまえていくことが、結局、ここでペテロが第一で話しているところなんですね。で、前回の話の続きで、4章の一節になりますよ、いいですか、キリストは肉において苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで、自分自身を武装しなさいってこう言ってるんですね。 でこの後で、肉の欲望があるけれどもその、えー、そのことについて武装しなさい。イエス様と同じ心構えで武装しなさいということなんです。イエス様がどういう形で武装されたのかということですね。もちろんイエス様はあの、鎧を着たわけでも何もなくてですね。えー、何かといったら、祈りにおいて、 神の御心がなりますように、父の願われることを行ってくださいますようにという、もうこの血の流れる祈りを捧げたというところに、武装ということができるかと思いますね。願わくはこの杯を過ぎ去らせてください。しかしあなたの願われるようにしてくださいという、この心構えで肉の思いと 戦いなさい、武装しなさいということ、神の御心に自分を従わせなさいということになるわけなんですよ。あのね、ペテロの手紙を読むときですね、えー、この忘れてはいけないのは、彼はね、冗談構えで、この上から目線で、えー、こう教えてるわけでは全然ないということなんですね。福音書を読みましたら、ペテロは、 今自分が進めている内容についてことごとく失敗しています。彼は物騒しなかったんです。覚えてますよね下の根が乾かぬうちに私はあなたと死ぬまでお供しますと言ったにもかかわらず、えー、私、えー、あの人は知らないと。三度イエス様を否んだという、この、えー、すぐに誘惑に陥っていくという自分の弱さを知っているので、そして恵みによって立ち直った ペテロが他の兄弟も力づけなさいってイエス様に命じられた通りに、こうやって手紙を通して、えー、力づけるために書いて、まあ、いるわけなんですよ。だから、えー、ペテロはこれは何の問題もなくて語ってるのではなくて、全く同じ目線で、えー、この武装が必要なんだよということを言ってるんですね。で肉において苦しみを受けた人は、罪との関わりを断っているのですって、これ興味深いですね。 なんで肉において苦しみを受けると、罪との関わりを断つことになるのかっていうことなんですね。これね、あのね、試練の中にいるとき、この体に対して何らかの問題が起こったときにですね、それで思い出すといいんですけれども、問題がないときと問題があるとき、こう言ったらわかりやすい。問題がないときって生活に余裕があって、 え特にない時って、ですね余裕があると、ですねあの無駄なことをしや,すしやすくありません、余計なことをやり始めませんです、ねうんあの、肉の欲に溺れる誘惑というのが強くなるんですよね。あのソドムという町が、まあ、の不自然な肉欲を追い求めたわけですけれども、あのエゼケエル書の16章の49節にね、なんでそうなったかという背景があるんですよね。 えあなたの妹、ソドムの戸川公のようだった、彼女とその娘たちは高慢で、飽食で、安逸をむさぼり、乏しい人や貧しい人に援助をしなかったってあるんです。でこうやって、有り余る物質の中で、えこの飽食があってで、そこでこの性欲っていうか、あのその、情欲に身を焦がすわけですけれども、普通のものでは飽き足りず、 不自然な方、だからもうそうあうありとあらゆることをやってま行、あ、くわけなんですよ。でですね、あのー、試練を受けるとですね、信仰者であれば、このヤコブ書で学びましたけれども、主に知恵を求める、主に寄りすがる、御言葉に従っていこうとする。でですね今までは,は こう試されてなかったけど試されてるのでこのいつも触れている見言葉ばをマジで信じていこうとするですね例えば今私家に帰ったら冷蔵庫ありますけれどもそこにも食べ物あるけれども全くなかったとしたら日々の過程を日常の過程を今日も今日も与えたまえって本気になりますよね。 でこうやって肉において苦しみを受けるとその罪から離れやすくなる罪との関係を断つことができそして、えー、ご神の御臨在を、えー、あの今まで以上に、えー、この持つことができるという利点があるわけですよそして2節でそれはあなた方が地上での残された時をもはや人間の欲望にではなく 神の御心に生きるようになるためですと。でこれもペテロがすごく強調してましたで。地上で残されたって言ってるんですね。つまりイエス様が戻って来られる時が近いからということなんですよ。あの、ここでね、死が近いっていう話じゃないんですよね。うん。あとは、 私たちが永遠に生きるわけですからこの,この地上で生きている時っていうのが本当に短いとかということですけれども短いと分かった時ってそのやるべきことに優先順位をつけますよね優先順位つけますよ4名例えば4か月って言われたらですよそのやるべきこと4か月の間にいろいろあっても選びますよね 主者選択をします。ですね。で、それが私たちが時間がないということをですね、やっぱりこの地上で残された時、日々っていうのを、やっぱしっかりと心に持って、その何が神様、今私が最もしなければいけないことなんですかっていうことをですね、祈り求めてください。ですね。で、そうすると、 この御心に生きるようになりますで見心に生きるようになっていっているとこの人間の欲望というものからもこの、ね、その欲望を満たす時間がなくなるっち言ったらいいかな <laughs>、うんあのまあ、その欲望とうの戦いっていつでもあるんですがそれでも神のお仕事に関わっていく身心を行っていくことに関わって忙しくなっていれば その罪からも離れて生きることができるようになりますよということなんですねで。これがイエス様の十字架に向かっていくときの生き方であり、それの心構えです。そして、3節であなた方は、異邦人たちがしたいと思っていることを行い、公職、欲望、泥酔、遊興、宴会騒ぎ、立法に反する偶像礼拝などにふけりましたが、それは過ぎ去った時で十分ですとあります。 で周りは違法人で取り囲まれているということなんですね。あのこの、ね、手紙を受け取っている人たちは、えーと、なんか民族的にはユダヤ人もいるし、違法人もいると思うんですよ。あのこの、えっ、ーと,えー、とですね、この一章のところに、気流して選ばれた人たちって書いてあって、この気流っていうのはあのユダヤ人によく使われる、というか、ユダヤ人に使われる言葉なんですね、離散しているっていうことです、ディアスポラとも言われますけれどもね。 ユダヤ人たちの人たちもいるんですが、しかし、もちろんイエス様を信じた異邦人の人たちもいてです、ね、その中で、あのここですね、異邦人たちがしたいと言ってるのはです、ね、その救われた異邦人の話ではなくて、ここで言ってる意味合いは、神を知らない人たちって言った方がいいですね、聖書の神を知らない人たちっていう、いわゆる異教徒っていうふうに言い換えてもいいかもしれません。 とで、そのしたいと思っていることっていうのが、この公職、欲望、泥酔、遊興、宴会騒ぎ、偶像礼拝ということで、これが満ち満ちていたわけなんですね。まあ、今の時代も満ちてますよねで。これは過去にそれをやっていた、ふけていたけど、もうその時だけで十分ですよねと。 人間の欲望に費やす時間はないですよと残された日々を見心に使っていきなさいということなんですよ。でね、これを行っていくとですね、人生ばら色ではないんですよね、抽象を受けるってこういうふうに次に4節でペテロは話します。違法人たちはあなた方が一緒に、どうこした同じ方刀に走らないので、不審に思い、抽象しますが、って言ってんですね。 はい。どうこした砲塔に走らないとい。いいことじゃないですかって思いますけれども、結局砲塔に走ってる人、バカ騒ぎをしている人って、そこで真面目になっている人ってやっぱ煙たいわけですよ。なんでこれを行いの、行わないのかっていうことで不審に思って、中傷するわけなんですよね。けれども、 ご説で彼らは生きているものと死んだものを裁こうとしておられる方に対して申し訳することになりますと。言って、あのですね、このような抽象を受けることを恐れて、この、やっぱその仲間に入っていくっていうのも一つの誘惑なんです。クリスチャンにとって。大きな誘惑なんです。わかります自分自身が、その、一人で欲望に、 この欲望に陥ってしまうということもありますが周りの人に悪く言われたくないということでそれを一緒に行っていくということも1つの大きな誘惑になるわけですね。でこれ知りたかったらねティアティラの教会ってね目示録の2章にテア前はティアティラななんですよねで。一緒にトルコの旅行 2022年のトルコの旅行行った人ね、えっと、一つ目が、えー、っと、あれですよね、サルディス、サルディスじゃないや。えー、スミルナ行って、本当はね、エペソが先なんだけどね、エペソ最後に取っといてね、スミルナ行って、その次にティアティラに行ったのかなあ、違うか、ペルガマン行ったのか。で、その後ティアティラだっけあ、順番変わったのか。あ、順番、あ、変わってない変わってない、その順番通り行ってんだ。だから、えー、っと、2日目にティアティラの教会行ったんですね。 でそこで私、説明しましたがあの、イゼベルという女が、ねえー、このよ預言者、偽預言者がその、えー、教会の頭たちを、つまり指導者たちを惑わして、そそのかして、不貧困を行わせて、そして偶像のりに捧げるもの、えっと、肉を捧げさせたと。 でこれって何かというとですね、あの彼女があの何かそういう色目を使ったって話じゃないんですよ。そうではなくてあのティアティラというのは紫布の,あの商人のリディアがいたようにですね、貿易が盛んな町だったんですよね。で商人の組合があったんですで組合での集まりで宴会があるわけですよ。 その宴会がこの偶像礼拝であると同時に乱畜騒ぎをするわけです。で、それに参加しないと、組合の付き合いができないから、商売ができないっていうプレッシャーなんです。これ結構切実ですよ。けれども、イエス様に救われたのだから、それに関わりたくないけど、関わらなかったら、 だから、いやいや、これは大きな問題じゃないよと。体で行っていることは別に問題ないよって、イエス様を心で愛していればみたいな教えなんですよあの。あの、グノシス主義ってまさにそれですね。霊と肉を分けたんですねで。そうやって、あの、偽りの教えをしたことによって、もう全然そういう、あのー、 ところ行くとだから教会の役員さんたちがみんなこぞって風俗行くようなもんだよね、これ、簡単に言うと。そういうことをいいんだよっていう教えだったんです。だから、なんでかっていうと、これ、迫害を免れたいからなんですよね、またその経済的、まあそうですね、経済的な損失というのは迫害ですよね、それを免れたいからということなんですよね。 なので、私たちね、自分自身を武装しなさいって一説で勧められてますけれども、これ、心の中で、あのその自分一人の時に武装するということだけではなくて、周りとの付き合いの中でも、たとえ不審に思われて、中傷を悪く言われても、あなた方は武装していなさいと、もうこれ、過去だけの話でいいんだよって、こう言ってるわけです。そして、五説、もう一回見ますね。 彼らは生きているものと死んだものを裁こうとしておられる方に対して、申し開きをすることになりますと。大事なのは、そういうプレッシャーを受けた時に大事なのは、申し開きをする方がおられて、生きている時だけではなくて、死んだ後も、死んでね、あの、特に裁かれなくて助かったじゃなくて、死んだ後にも裁かれ、つまり、生きているものも、死んだものも、結局最後の審判でですね、裁くんです、すべての人。 その方に申し開きをする。つまりは神を恐れなさいということなんです。神を恐れれば、人を恐れなくて済むわけなんです。イエス様が言われました。ルカの12章の4節に、私の友であるあなた方に言います。体を殺してもその後はもう何もできない者たちを恐れてはいけません。恐れなければいけならない方をあなた方に教えてあげましょう。 殺した後で、ゲゲナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです。あなた方に言います。この方を恐れなさいと、こういうふうに言っているので、結局、神を恐れるということによって、両親のゆえに、その、えー、バカ騒ぎ、この、なんだっけ、さっき言った、この、同行した法刀ですね。えこれ、えー、を一緒に行わなくても済むようになるわけですね。 で続けて裁きについて話しています。6節この裁きがあるために死んだ人にも生前、福音が述べ伝えられていたのです。彼らが肉においては人間として裁きを受けても霊においては神によって生きるためでしたと。ですねあのこの箇所ですね、非常に難しい箇所として、またあのこの前の。 えっと、三章のね、あの、ところととって、ちょっとやや似てるんですが、死んだ人に、福音を述べ伝える。で、これね、生前って書いてますけど、実は生前っていうのは、これ、新海薬のこれが取ってつけたんですよね。あの、もともとないんですよ。だからこれ、そのまま読むと、この裁きがあるために死んだ人にも福音が述べ伝えられていたのですと。で、彼らが、 肉においては人間として裁きを受けても霊においては神によって生きるためでしたとなんかこれ下手すると,、えー、っと死んだ人たちのとこにイエス様が来てそこで福音を伝えてそして救いを得たと、えー、これでなんかあのセカンドチャンスとかねいう話の根拠となる聖句になるわけなんですがヘブルの旧章の27節には人は死んで死んだ後に 裁きが定まっているってこう言ってるんですよね。なので、えー、あとはあの私たちが肉体で生きている間に良いことも悪いことも神の御座で裁かれるっていう言葉もあります。なので私たちが生きている時に福音を聞いてそれで救われるかまたは罪に定められるかっていうのが決まるわけなんですよね。じゃあ一体ここはどういう意味かというとまあ、えー、っとですね ここですね、この人間として裁きを受けてもっていう、肉においてはねで、ここの言葉が、例えば、殉教した人って考えると、例えばですよ、わかる、わかりますか、えー、と死んだ人々にも生前、まあ、これ、生前という言い訳なんだけどね、生前ね。 福音が述べ伝えられて、その人が信仰を持って、肉においては、この人は罪を犯したとして裁きを受けたとしても、霊においては神にあって生きてるじゃないですか。殉教した人ですよ。わかりますだって通りますよね。うん。で、あともう一つは、えっ、ー、と、悪いことを生前して、死刑を受けますと。とかね。 あるいは病、あの悪いことをして病気になって結局死んでしまいましたと。とかね。まあいいです。その、肉においては、裁きは受けたけど、イエス様を信じたので、福音を聞いて、霊においては生きていると。いう風に受け止めることができるかもしれないわけなんですよね。で、今の例でいくとですね、あのー、まあちょっと思い出すんですが、 新しい信者の学びって私たち教会でやってるでしょ、ズームでやってるんですけれども、あれ実はカルバリチャペルコスタメサがの英語で冊子があるんですけど、それを訳したものなんですね。でですね、あのそれがあの毎週あってですね、あのまずたくさんの人がいるので、スモールグループに分かれる前に全体でこの、まあ、集会があるんですけど、そこで証しをした人が女性の人がですね、あのいる、まああの。コスタメサって、というかカルバリチャペルって、 目が点になるような話が多くて、あの、罪友の教会とも名前言っちゃったけどね、あそこ行くとほっとするって感じなんですけども、意味わかりますこうした目線の教会は本当にそういう目が丸くなるような、えっていうような人がいます。どういう人かというと、私はエイズにかかってますって声が、しかもユダヤ人の姉妹なんですね。で、エイズにかかっていますって言ってですね、でももう本当に証しをするんですよ、救われた証しを。 だから自分はもう死ぬって分かってるんですがですねもうここで救われた喜びを分かち合ってるわけですね肉体においては滅び,てるんですけれ滅びることになるんですけれども裁かれるっていうかねそ自分のしてしまったことは裁かれてしまうえけれども例において、まあ、救われるということですよね死刑囚もそうでしょクリスチャンだと死刑囚もねうんということです でそういうことであろうと考えられますけれども、今度7節に行きますね。万物の終わりが近づきました。ですから、祈りのために心を整え、身を慎みなさいという、この終わりの日、万物の終わりについて、えー、この、本当にペテロは、えー、これ第一の手紙で、また第二の手紙でもそうですけれども、ヨハネも第一の手紙でね、やっぱ明確に言ってますね。こう言ってますね。2章の17節で、 世と世の欲は過ぎ去ります。しかし神の御心を行う者は永遠に生きながら得ますとこう言っているわけなんです。だから万物の終わりが近い、そして共に世の欲も過ぎ去りますよと言って近づいているから祈りのために心を整えて身を慎みなさいと。で、この近いということを、えー 拒んでいるとどうなるかというと、これがイエス様が、ええー、と、例えでね、忠実なしもべと悪いしもべの例えで語られましたね。で、悪いしもべって、えー、他の自分の下僕たち、だからしもべといっても自分の下はいるわけですね。打ち叩いてみたり、で、あの悪い仲間と酒をずっと朝から飲んでるとかね、そういうのをやってたんですよ。なんでそんなことできるか。主人の帰りが、なんて言ってます遅いからって。 遅いから。主がいつ来られるか分からないっていう言葉はですね、あの僕、クリスチャンになって間もないときにっていうか、そうだね、間も、ね、ないときかな、あるいはちょっと経ったときかもしれないですけど、あ,のそん,な、ね、あんまり、ね、そういうふうにね煽らない方がいいよとかって言うんですね、近いっていうことをね、近い分からないっていうことは千年後かもしれないしとか言ってたんですよ。 で私はね、それを心の中で、新しく、まだ信仰を持って間もなかったけど、はっきり拒みましたね、心の中でね。間違ってないって、その前提。今日来られるかもしれないから、私たちは身を慎みなさいということじゃないですか。いつかわからないから、1000年後かもしれないしって言ったら、遅いからですよね。 自分が来てる間は来ないって意味でしょうそういうふうには聖書は一切書かれていないわけですでも2000年経ってるじゃんってこういう話そうすると、まあ、午前中も話しましたがこの聖書そのものが初代教会で終わっちゃうじゃないですか聖書はすべて何でしたっけ第二ペテロあテペテロじゃなくて第二天文との三章十六節聖書はすべて何ですか神の霊感によって聖書の一部ですか 聖書すべてでしょ、神の言葉なんですよね、私たちにとっての生きる言葉なんですよね、うん、近いんだっていうこと。でですね、祈りに祈りのために心を整え身を慎みなさいって言ってます、でもう一つ、ですねあの午前中もお話ししましたが、一部の極端な人 人たちがいるとで。極端にもなる要素はあるんですよ。でこれ何かというと、他の箇所もそうなんです。聖書の箇所も。自分の欲望のために、この聖書の言葉、神の言葉を利用するというのもあるんです。あのね、ずっと前に、あのパッションという映画があったわけですよ。皆さん、もう知ってる人多いと思いますね。もうかなり前になってるけど、あれはあの、実際に映画館でね、大きな、 劇場であれメル・ギブソンが作ってるからあの普通に放映されたんですよ上映されたんですねで私はもう興奮してもう自分のウェブサイトロゴスミニストリーのホームページには解説文をたくさん書いてですねでも待ちに待ったって感じなんですけどもそして掲示板もあれかな色んなところでねそしてほあの、えー、とサーバーのですね方に裏あに見ますとどこが自分の ところをリンクしたり見たりしてるかこう見ることができるわけですよね。でですね、私のその記事にですね、ちょっとごめんなさいね、SM 関係のね、ウェブサイトついてるんですよ。意味わかりますあの,ちちあの、いわゆる自傷型ですよ。あの、こう、グロテスクな血が出てるのを、そういう趣味で、あの、興味持ってるわけですよ。 SM っていうか、なんちゅうか、オカルトっていうかね、なんかそっち系。別にそういう映像出てこないんだけども、なんかもう、もうすっげえ、キモいから。<laughs> で、終末予言もですね、ノストラダムスの予言と同じような、占いっていうか、そういうものって知的好奇心を満たすために熱中して、恐れと不安にこう煽っていくみたいな。 あるいは、霊的な勝ち組にいるかのような高揚感に満たされるとか、あるいはね、第二テサルニケの三章にありますが、仕事をしない。うん、おせっかいばっかりしている人を強く戒めてる箇所もあります。でそういうふうに、主要が来られるからということで、まあ、何もしない。どうせ全ては終わるからとかね。しかし、目的が大事なんですね。 聖なる目的って呼んでもいいと思います。が、それは、主が来られるのが近い、この万物の終わりが近いから、熱心になるべきことが、もう列挙されてるんですよ。九節、七節は、今読んだところは、祈り深くしなさいってことですね。主が来られるのが身近だから、祈るんですよ。 で次に、九節、八、えー、節九節は、主の終わりが近いから、主の来られるのが近いから、熱心に愛し合いなさいなんですよ。そして、十一節、十節十一節は、主が来られるのが近いから、万物の終わりが近いから、御霊の賜物を用いて使い合えなさいなんですよ。主が来られるのが近いから、もう境界形成なんて、 必要ないですとかって言う、は、聞いたことあります。そういうふうに言う人が。で事実せ、歴史の中であったんです。教会を建てるのも近いからできないっていう。逆でしょ主が来られるのが近いから多く祈り、主が来られるのが近いから愛し合って、主が来られるのが近いから、あの、えっと、この、 教会で熱心に使えて、互いに使い合って、見た、たまものを用いていくっていうね。なんで、今まで言われたことはもうえ、同じことですよ。同じことを、主が来られるから、そこで評価を受けるわけなんですよ。であとは、誘惑が強いから、守られて光のうちにいることができるわけですよ。これが目的なんですね。うん。 どこむしろそれにあの何て言うかなあのえ燃料になるって言ったらいいかな燃料は御霊だけど何て言ったらいいかなあの主,が主人が戻ってこられるわけですよ簡単に言うとね、うん。そこにおいて私たちがしっかりと目をイエス様に注ぐことができるようにこの教えがあるわけなんですよね。 で8節ですが、何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。不平を言わないで互いにもてなし合いなさいと。あって何よりもまずってあるのが、これね、なんでかって言ったらね、こうペテロってね、あの、何ちゅうかなあの、もう本当にユエス様の言われたことそのまんまって感じですね。ヨハネの13章の34節、35節ですよね。 私はあなた方に新しい戒しめを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いの間に愛がならあるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになりますと。イエス様の愛が、見まによって私たちに注がれて、イエス様の十字架につけられるところにある無視の愛がですね、 与えられたわけなんですね新しい真し目として、その愛にとどまるときに、同じように神によって生まれた兄弟、また姉妹と、その愛の中にとどまっていなさいと。そうしたら、私の弟子であることを世が認めるようになるというこ,のことなんですね。これを、まず、何よりもまずって言ってるんです。何よりもまずだったら、何よりもまずなんですよ。ね、で、 愛は多くの罪を負うからですと理由が言っています。これ何かっていうとね、えっとね、次のね、旧説の不平を言わないで互いにもてなし合いなさいってありますけれども、あの、私たちが愛し合っていくときにですね、もちろん人間的な違いがあるし、欠点があるし、罪を犯してしまうかもしれないし、なんですよね。 そこで罪を許すっていうのが、これ多くの罪を覆うっていう、これ隠蔽してるって意味じゃないですよ、罪を。悪い意味でね、あの、あの、悔い改めてない罪も全部隠してるっていうことではなくて、その罪を、この、許すっていうことですね。もう持ち出さないっていうことですね。ネット上ではクリスチャンの中で、教会の罪を殊更に暴いていくのが自分の使命だと思っている人たちがいますけれども、 いや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 、キリストの体に連なっていることを知ればですね、罪を犯したこと、罪については悲しんでも、それ危機として言いふらすということはしないわけですよね。で、不平、これ出てきてしまいます。不平ね。あの、私の友人のアメリカ人の宣教師がね、面白いことを言ってましたが、 愛し合うんじゃなくて、擦り合うことがありますっていうね。これね、日本語で聞くと絶対意味が分かんないんですよ。loving each other.love each other っていうのはね、互いに話す。love.rub.each Love other ってね、英語で言うとねあわから、笑ってくれた人いますけども、L と R え、えっとね、rub っていうのはね、こす。体を擦るの、こる。ね。rub です。loving each other。だから、 相手と擦れちゃう、って言って、痛いなってこうなっちゃう。距離が近いと、欠点とか違いがなおさら見えてくる。ちょっと距離を、遠くに離れてれば、なんか愛し合うってロマンチックなんですけれども、近づけば近づくほど、なんか摩擦が多くなるわけなんですよね。けれども、やっぱおおらかでいるというか、それを主にお任せするというか、または、 忍耐するというかそこでキリストを身につけていくということで不平を言わないでなんですか互いにもてなし合いなさいあの当時のもてなすっていうのはです、ね、今とちょっと違うんですよねあのもてなし文化っていうのは強かったんですよ今もそれは当時の文化がアラブ人の文化には、ね、残っているらしいですねあの見知らぬ人がいきなりやってきても3日間ね止まる権利があるらしいですねでもてなす側はね あの3日間、何も聞いちゃいけないらしいです、なんでここにいるんだかって。<laughs> いや、強烈ですけれども、それほど、あのなんだっけ、あの,あの歪んだ形で残っちゃってたよね、あのあのえー、と自分の娘を出し,出してもいいから、この旅人をね、あのとはやらないでくださいってこと、そうと思っても、ね、こう言ってたじゃんあ,あれですよ、うん、旅人をもてなすっていうのが歪んだ形で残っちゃってるわけですよね。でも、今もあるという、それが、だつまりね、親切にしなさいってことです。 しかもそれがあの言葉だけではなくて具体的なところで示していきなさいということを話しているわけなんですね。で次、十節それぞれが賜物を受けているのですから神のさまざまな恵みの良い管理者として その賜物を用いいいてて互いに使い合いなさいと言ってんですねはい、ここで、たまものについての教え、とっても大事ですが、それぞれと書いてあります。誰一人たまものが一つもないというものは人はいないということですね。キリストの体で、自分は手ではないので、体に属さないということはないし、で、ある人が手ではないから、体にその人は属さないとも、 言えない。皆が大切なんだよ、ということ、それぞれがとあるわけです。あたかも自分が属してないかのように、その、教会を評、えっと、評論したりですね、あるいは、この、萎縮して、自分は関わらないってしないでください。もうすでに一部なんです。一部なんです。そして、次に、 えこれね神のさまざまな恵みの良い管理者ってね、恵みっていうことができました。これ、あのギリシャ語で読むと分かりやすいんですが、たまものはカリ,スマカ,カリスマなんですね。カリスマ。で、恵みはカリスなんですね。であの恵みを私たちは知りましたと。で恵みを知るときは、恵みがたまものという形で、 えこう伝えられていくときに恵みを知るんですよ。例えば、福音を聞きましたと、それ福音を伝えた、伝道をする人がいたわけですよ、たまものが用いられたわけですよ。でこうやって恵み、見たまによるたまものによって、初めていろいろな形で、恵みが現れるわけなんです。だから、たまものを用いる必要なんですよ。そのところに恵みが満ちる、いろんな形で恵みが満ちる、そして次に大事なのは、管理者。 管理をするということです。つまり担当するということです。まあ今の言葉で言うとね。神から任されているものを忠実に行っていくということです。で、これがお手伝いと担当の違いっていうのは、お手伝いは自分の都合に合わせてやれるときにやりますよっていうことです。まあ、これも素晴らしいことですけれども、この管理って言ってますから、そのやれるときっていうよりも、もう任されてしもべのようにして、 自分の都合に関係なく主が言われたことを行っていくということですね。で、これが教会の働きだということはエペソの、えー、と4章の12節で生徒たちを整えて、奉仕の働き、この奉仕っていうのは、ただ創するとかっていう奉仕じゃなくて、奉仕の務めですね。英語だと The Work of m i n i s t r ってなって、奉仕、任された務めっていうか、奉仕って感じですね。働きっていう感じです。で、これを、えー、この管理していく、 ものとして、いいですか、互いに使い合うと。双方向ですね。一方方向じゃないんですよ。あの自分ばっかり、なんか使えて、何なんだろうって思う感じてしまうときもあるでしょう、ねで。そうすると両極端ですね。もう関わらなくて、もう、あのーね、フッフッって、ね、フッと来て、フッといなくなるって、あのなるべく関わらない。でね あ,のあと大きな教会に移りますとかねあのそうするともう目立たなくていいからね両極端ですよこれどっちも両極端互いには互いにですねで受ける必要もあるわけですよ恵みを受けていく必要があるんです他の人を通して、ね、これもねある意味で仕事ですよ他の人を通してその御霊のたものが用いられたことを通してイエス様の恵みに預かっていくで逆もしになりで今度は自分が与えられてるんですから それを用いていって、そしてああの、恵みを伝えていく。で、次ですね、具体的に話します。語るのであれば、神の言葉にふさわしく語り、奉仕するのであれば、神が備えてくださる力によってふさわしく奉仕しなさい。すべてにおいて、イエス・キリストを通して、神が崇められるためです。この方に栄光と力が、よいよ限りなくありますように、アーメンと言ってますけれども、えー、っと、これね、パウロが、 詳しく御霊の賜物について教えてますね。だコリント第一の十二章とか、有名ですよね。あと、ローマの十二章にも書いてあります。列挙されてますが、ペテロは非常にシンプルに二つにまとめて、二つに分類してます。語る言葉に関する、あの、方仕ですね。まさに今それを僕やってますね。説教。あと、賛美もそうでしょ言葉ですからね。そして、 こっちの奉仕するのであればというのは、これは手を動かす、足を動かす、会計とか、あとは、なんで、問いまあ、掃除とか、椅子出しとか、あ挨拶するは言葉かな、もしかしたらこれどっちか分からないけども、ね、この案内したりとかねで、そういうこの2つに大きく分類してますけど、簡単にこれは、用いなさいっていことを言ってるわけです。ふさわしく語って、また神の備えてくくる力によってふさわしく奉仕なさいと。 そうするとすべてにおいててこれねすごい大事ですすべてにおいてイエス・キリストを通して神があがめられるんだとこれが教会とそうじゃない団体との違いですイエス・キリストの名によって行いますのでどんなに似たようなこと些細なことであっても自分とイエス様との関係と直結してるってことなんです 太古はね私の妻はよく言うんですが、水一杯を出すにしても、お茶一杯出すにしても、全然違うんだよってね、この教会の中でね、もう全然違うよと、こう普通になんか出すっていうんじゃないよと、でそれで出そうと思うときに、自分の動機が探られるんですよ、ですね、でこう出していくっていうのは、全部それが、私、例えば生産式で配るでしょ、ねね、それだけが奉仕じゃないんですよね。 でそれもね俺がね、配らなきゃいけないのはしょうがねえないのううとか言ってさ、これ適当にやったら異なる日になっちゃうわけ。異なる日ってあの分かります。LBQ10 章かな ?10 章でねあのもあので、アロンの息子が2人が焼き尽くされちゃったって。そういうものじゃなくて、やっぱり聖なる働きなわけでしょで。それと同じで、この互いの交わりの中でたまものを用いてやってるときに、お茶いっぱい出すのもですね、これもう本当に。 イエス様に対してやってるからあの違うんですよ。そして自分も恵まれるし、相手も恵み受けるし、という縦の関係と横の関係というのは直結してるんですよね、教会って。だから、如実に現れるんです。同じことをやっててもイエス様との関係が持ってなかったりしっかりしてない人はやっぱり何か出てきちゃいます。如実に。 でえー、と本当にイエス様を知ってイエス様の名によって本当にやってるとですね本当にこのみ言葉の学びの時間が豊かになるなんでかって言ったら、ね、実践すると分かるんですよイエス様どういう方かがね御言葉が何かって分かってくるわけですよ行って分かるってね分かってから行うって面もあるけど行って分かるってのも多いんだよね聖書はね。うん、それを経験して くからだからおのずと,、えー、と神様に栄光がお返しされるわけです。で、ペテロは再びキリストに上に苦しむということについての心構えを教えています。12節愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間で燃え盛る試練を何か思いがけないことが起こったかのように不審に思ってはいけません。 でこれ不審に思ってはいけないってねさっきも出てきたけども、まあ、全然違う文脈ですがはい、火でせ、えっと、火でええ、ごめんなさい、試練が燃え盛る試練か、燃え盛る試練。もうすでに試練について一章の乱節で火で精錬されてもなお朽ちていく金よりもってね、火に例えられているわけなんですよね。でこういうい試練を 不審に思ってはいけないとなんか、なんかこう、こういうことが起こることを全然想定しないでいないでくださいということですね。想定してくださいということです。突如として起こること、いろいろあります。まあ、迫害とかねで、自分たちがこれまで平穏,のせ平穏な礼拝を続けていたのに、突如とて過激派がやってくるなんて。 例えばパキスタンの教会とかさ、インドの教会とかありますよ。ですね。でね、どうしても思いがけないってなっちゃうんですよね。やっぱ心の中で、真理の中で、イエス様がおられるから,問題から私たち、問題から私たちを守ってくださる。これもね、確かにそうです。見言葉にも書いてます。問題から私たちを守ってくださるというね、面もありますが、 そうではないことも起こるわけです。たとえそうでなくともということも起こるわけなんです。でも、不審に思ってはいけないよと。で、ペテロが、まあそんな感じですよね、覚えてます、えー、とペテロがですね、あなたは生ける巫女、キリストですと、神の御子キリストですって言ったら、えー、これはあなた、天からの啓示なんだよってイエス様言われた後に、 ご自身が十字架につけられて、ローマに引き渡されて十字架につけられて、三日目によみがえることを告げたんですよね。そうしたらペテロがですね、なんとイエス様を脇にお連れして、いさめたと。死をとんでもないことです。そんなことがあなたに起こるはずありませんと。これがまさに不信に思っているわけで,、うん、でペテロね、さっきから言ったように失敗してるんですよ。自分が進めてることね。立ち直った後で励ましてるんですよね。 不審に思ってはいけないと。むしろ、キリストの苦難に預かれば預かるほど、一層喜びなさい。キリストの栄光が現れるときにも、歓喜に溢れて喜ぶためですと。いうことで、キリストとして苦難を受けるんであれば、一層喜ぶ。なぜかと言ったら、天における報いが大きいからなんですよね。これ、イエス様の、三条の推訓の、最後の幸いにありますよね。義のために破壊されるものな幸いですとで。そこで、 私のために人々があなた方を罵り、迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい。大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いが大きいですから。あなた方よりも前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したのですと。イエス様が戻って来られるときに歓喜に満ちていると。イエス様が来られたら不信者は福いに従わない人は裁かれるわけですけれども、同じ来臨 なんですがこの,この世において主のゆえに苦しみを受けた人は喜びの時なんですね。その迫害でなくてもです、ね、キリスト者として生きていて普通の人が受ける苦しみは通るわけなんです。 でね、やはりその時にね悩むんですよね恥もあるし落胆もあるしなんだろういろんな否定的な感情が出てきますよねでそれとの戦いになりますよねで私の妻ががん、まあの疑いがあるって言われた時ですね、まあ、そのことをあのニュースレターに書いてそしたらあ,のある知人のクリスチャンがメールでその箇所をね このまさに今の歌詞を解き明かしてくれている牧師さんの,あのもう短いショートメッセージを、ねまあ、デボーションのメッセージがねくれました。で、彼がそう言ってくれたんですよ。よ罪を犯しているのであ次出てきますがそれで苦しむんだったらそれは意味がないことだと。しかしそうじゃなくて苦しみを受ければそれは、まあ、喜ばしいことまでいかないけど見心にかなっているんだっていうね。 でこういう、だからあなたは別に罪を犯したねあの、あの、罪を犯してそれになったんじゃないから、これはだから、あの、何かっていうことじゃないんだよと、その、えー、っと、このことのゆえに神をあがめなさいってね、あで出てきますね。うん。そういう捉え方をね、していく必要があります。でそうやって、ますます清められて、信仰が。 純粋化され、純粋になっていって、御心を知っていくことができるようになるわけです。で、次14節で、もしキリストの名のために罵られるなら、あなた方は幸いです。栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからですと。罵りを受けるってさ、やっぱ辛いっすよね。当たり前だけど。で、あの、五章に行くとですね、獅子のように食い尽くそうと待ってるってあってね、これね、あの、段階があるんですよ。まだね、この彼らは、 第一ペテロを受け取っているこのトルコ今のトルコにいるクリスチャンたちはあのまだ罵られる程度です、ね。だけど5章ではもっと未来形になっていてそれがローマで起こっているわけです。文字通り生きる獅子に食われているわけです。なんだけどこの罵りなんだけどその時ねやっぱ辛いっすよ。辛いっすよ。でもさっき言ったこの。 キリストの栄光を見て、この自分も栄光の姿に変えられて報いを受けるという時は近いわけでしょ。で、精霊の働きによって、その栄光をですね、私たちは前もって信仰の中で見ることができるようにしてくださるわけです。あの、ステパノがですね、あの石打ちにされた時に、イエス様が立っているのが見えますだったでしょ。この天国は間近にわかるっていうんですかね。リアルにわかるっていう。 これを見たまによって私たちはいただくことができるということなんですよね。15節。あなた方のうち,誰もの,うちの誰も、人殺し盗みと危害を加えるもの他人のことに干渉するものとして、苦しみに遭うことがないようにしなさい。しかし、キリスト者としての苦しみを受けるのなら、恥じることはありません。かえってこのことのゆえに神をあがめなさいと。 いうことですね。はい。あのー、恥ずかしいことですよね。人殺し、盗人、危害を加えるもの他人のことに干渉するものって、これ、いい役だなと思いますけど、あの皆さんね、あの全然ね、平和なのにね、わざとね、争いを起こすようなことをしないでください。これ、信玄にも書いてるけどね、何もないところにね、争いを起こすって、これ、もう本当に他人のことに干渉してるわけでしょ。で、そういうことで苦しみに遭うことに、ね、で、ああ、迫害されましたよとかね。 なんかボコボコに言われてさあの、迫害じゃないよと、これは全然不名誉なことだと、しかし、キリスト者として、これ、キリスト者っていうのは、実はね、聖書に、ね、非常に少ないんです、この呼び名。3箇所かな、ここと、確かパウロがヘロデアグリッパ2世の前で弁明したときと、あと、アンティオキアの教会で、キリスト者と呼ばれるようになったって、これ、確かこの3箇所だけなんですよね。 で今はしょっちゅう使ってるけど、前はこの、えっ、ー、と、道であるとかね、うん、この道っていう言葉出てきたりとかね。で、キリスト者って、キリストの仲間。あの、ペテロが、あの人の仲間でしょうって言われた時にね、知らないとかって言っゃうあ、あれあれあれ。イエス様の仲間、ね。それによって苦しみを受けるんだったら、これは、あの、恥じることはないと。 いやむしろそのような迫害を受けるほどに恵みを受けたんだっていうことで、あのー、喜びなさいっていうね、それが、まあ、教えなんですよね。うん。神の、このことにゆえに神のあがめなさいって、これ、やりましたね。使徒の働きになりますよね。イエス様の名のゆえに苦しみを受けたことに、彼らは喜んだっていう箇所はね、確かあったんですよね。えー、っとね、どうだったっけな。 あ、たた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 た。えっ、ー、と、五章の四十節使徒たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら、最高法院から出ていった。そして毎日宮や家々でイエスがキリストであることを教え、述べ伝えることをやめなかったって言った。<laughs> やめろって言われた後で、もうこれか、ますますそれをやってたっていうね。で、喜んだって書いてます。ですね。えー、ということで、えー、ですね。 あのキリスト社ってすごく、あの、なんちゅうから、あんまインパクトがないんですけども、私は、あの、ある時に、あの、やっぱ気づかされたのがあってですね、それは何かというと、えっ、ー、と、ま、前も話しましたけど、東日本大震災の時にね、行った時にね、すごく、結局イエス様信じた人いるんですよ。でその人があの、いつも言ってたのは、イエスのグループって言ってましたね、クリスチャンのグループを。年内か分かります 私たち神様神様って言ってもねイエスのグループって言うんですよ神社もあるお寺もある彼らは助けなかったけどクリスチャン助けたんですなので神様っていうと神社の神様も彼らは思っちゃうので区別するた,ためにイエスのグループって言ってくれたんですこれがまさにクリスチャンの定義だねうん本当にすごいなと思いました でもこれはいいことでね、そう言われるのはいいんだけど、悪いことでね、いや、この時にね、やっぱり辛くなりますよ。嫌になりますよ。恥が出てきます。今思い出しているのは、もうこれ原稿にも書いたんですけど、ここの場所、ね、あの、与えられる前にね、いろいろ他にも探したんですよね。だいたい宗教関係ダメなんですよ。建物に宗教団体が入ると、 他の店舗が入りづらくなるなんか俺、なんか、なんかウイルスでもついてんのみたいなさ。<laughs> そういう気持ちになっちゃいますよね。差別されてるっていう時にそう感じちゃいます。けれども、あがめなさいと、神様ということですね。17節。裁きが神の家から始まる時が来ているからです。まず、それがまず私たちから始まるとすれば、 神の福音に従わない者たちの結末はどうなるでしょうか正しいものが過労して救われるなら、不経験な者や罪人はどうなるのかと。ですね、ここ、さっきもこの抽象されても裁きがありますよっていうことをペテロ言ってましたけど、ここでも同じです。でしかもか、神の家から始まるって言ってるんですね、神様の。でね、これね、どこが、 背景となってるあるんですよ旧約のエゼキエルの予言で興味深い予言があるんですがあのユダの国がもう本当に偶像礼拝礼拝でいっぱいになってエルサレムもそうでなんと神殿の敷地の中でも偶像礼拝を行っていたということを幻で見せられるんですねそこで神様が裁きを行うんですでそこで、えっと、この筆を持ったですね えっと、この人かな、えー、この密会に対してですね、これエゼエルの九州の四節ですけども、都の中、エルサレムの中を雪巡り、ここで行われているすべての意味嫌うべきことを、嘆き悲しんでいる人々の額に、印をつけようって言ってんです。神様はこれから裁きを行うんだけども、印のついている人は害を受けないとあるんです。そして、義人であっても、かろうじて自分自身が救われるだけであって、 本当と裁かれる。エルサレムとて裁かれるよっていう。これが神の家にも裁きがあるよと。けれども額額、額体が、額体に、死体というか、そうですね。額体に神様の印がある人は、かあの免れるよということなんですね。これが終わりの日に起こることで、教会とかね、神の家と呼ばれているところでも、神様の清めが起こるわけですね。まあ,あの あのイエス様戻って来られる前でも起こるわけですねこの、例えばアナニアとさっぴらのことを思い出しますけれども、ねえっと、不純な動機でね、捧げ物をし,たしましたって話をしたら偽ったんですよね。偽ったので、その場で死んでしまいましたがで、神様は清めを行われます。で、同じ裁きなんですが、 信仰を持っている者は害を受けても滅びません。これ大事ですね。だから簡単に言うと清められるわけです。で、信仰を持ってない人は滅んじゃうわけですね。そのまま。 でこれはね、あの、第一コリントの11章の31節にこう書いてありますが、しかし、もし私たちが自分をわきまえるなら、裁かれることはありません。私たちが裁かれるとすれば、それはこの世とともに裁きを下されることがないように、主によって懲らしめられるということなのですと。いうことです。なのでね、神の家からがこのあるんですが、なおのことを裁かれるとしたら、正しいものが過労死で救われるんだったら、不経験なものには積み立どうなるのかと。いうことで、 私たちが苦しみを受けたとしても、ね、分かりますこの苦しみを与えている者たちが裁きから免れることはないよ。神の裁きは近いんだよ。だから3章では、ノアの時代の洪水を話したわけですよ。裁きは近いんだよと。そして神の家でさえもさっきのエゼケールにあるように、裁かれてしまうよと。しかし、えー、清められ、それは逆,逆に言うと清められて、 で、かろうじて救われるとしたら、不経験の人たちはどうなるのかと。だから、19節で最後。ですから、神の御心により苦しみにあっている人たちは、善を行いつつ、真実な創造者に、自分の魂を委ねなさいと。自分を創造してくださった方、すべてを創造してくださった方、この方が真実であって、この方に魂を委ねなさいって言ってるんですよ。これはだから、つまり、司会使用される方、悪で悪、 悪に対して報いてくださる方に任せなさいって言ってるんですね。まあ、イエス様はそうですよね。十字架につけられる時に。正しい父なる神様に任せられました。ですることは善を行う。善を行う。クリスチャンは善を行う飯を預かったのであって、悪に対して悪に司会することではありません。善を行ってい、えー、くこと。これを教えています。 次回で終わりますね。はい、ということで、えー、終わりの日における裁きが近いところということを考えながら、今受けている苦しみは悪いことじゃないんだよって。恥を受けなくていいよって。むしろ神様を思って喜びなさいという内容でした。お祈りします。愛する天皇お父様、ありがとうございます。 このようにして本当にあなた様が私たちに大切なことを教えてくださり知恵の、知恵を教えてくださり感謝します。私たちは本当に日々いろんなことが起こって、この恥であるとか、落胆であるとか、まだ自分を責めてしまうとか、いろんなものと戦っていますけれども、このようにして励ましてくださったことをありがとうございます。前後行っていくことに熱心で飽くことがなければ、 愛する主を、他は全てのことを任せることができるということが分かりました。そして生活はシンプルであって、私たちが悩む必要はなく、本当に全てを任せて、そして喜ばれることであって、神様が来られるとき、イエス様が戻って来られるときに、本当に栄光の中で歓喜に満ちるんだということを見ることができました。主をどうぞ私たちに栄光の御霊を降り注いでくださいますようにお願いします。 そして、本当に栄光をまみえることができるように、いつもしてください。何か悪いことが起こった時に、本当にあなたに呼び求めて、イエス様の栄光を見ることができますように、苦しい時にイエス様に出会うことができますように、どうぞよろしくお願いいたします。主よどうぞ、ここにいる一人一人に、え、恵みと、そして愛と、そして精霊による交わりを与えてくださいますよう、お願いします。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン